フランスにおける、不益不益とは、農民のような特定階級の人々に課せられた、労働である。公共への労働力として、ほぼ無給で働かされた。私有地における、古作人の不益は、歴史上広く見られる。不益は、文明の始まりにも遡ることができ、最古の課税形態の一つである。 いわゆる強制労働と比べると断続的で期間が限定的であるという違いがある。不益の場合は、通常1年のうち一定の日数を不益として働くことになる。10分の1税のような課税と異なり、土地や作物、金銭を持たないものに対しても課すことができ、それゆえ経済的に未熟なうちは施行される傾向にある。 中世及び近世ヨーロッパと関連が深い用語であるが厳密に時期や場所を限定して使われるものではない。不益の実施は後半に見られ、太古の昔から今日に至るまで存在する。古代から近代までのエジプト、古代ローマ、中国、日本、ヨーロッパ全土、インカ、アンリ一世の支配下及び米国占領下の配置、1960年代半ばまでの ポルトガルのアフリカ植民地で実施されてきた。不益の形態は最近まで米国に存在し、またカナダでは未だに存在している。英語で不益を意味するコーベイという単語はローマ時代に起源を持ち、フランス語を経て英単語となった。後期のローマ帝国では市民は税を払う代わりにラテン語でオペラプブリカと呼ばれる公共事業を行った。多くの場合それは 道路や橋の建設といったものであった。また、ローマの領主たちは、小作人や解放奴隷に労働力を提供させることができた。これは、オペラ・アフィショルズと呼ばれた。中世ヨーロッパにおいては農奴たちに毎年課されたものを、オペラ・リガと呼んだ。これは主に工作や収穫といった形で課せられた。必要に応じて領主は、オペラ・カーガタと呼ばれる追加の労働を課した。 このカー型が、コーティ、コーベと変遷し、最終的に、コーベイとなり、意味合いも、定期的なもの例外的なもの、どちらの意味も含むように変化した。この中世の労働不益は、全くの無給ではなかった。慣例的に労働者はその場で消費される飲食という、形でごくわずかな支払いを受けることができた。不益は時に徴兵も含み、軍事物資の徴用にまで解釈されることがあった。 主に軍事物資の輸送用に荷車を挑発された。農民は自分たちの工作地での労働が必要な、まさに同時期に、領主からも農業に関する不益を課されていた。このため不益に対し大きな憤りを感じていた。16世紀になると農業に関する不益は見られなく、なってきた。労働に対価を支払うことが一般的になってきつつあったのである。にもかかわらず、 フランス革命までヨーロッパの各地に、不益は残存していた。古代エジプトでは、国家的なプロジェクトに不益を利用した。ナイル川が氾濫する時期に、ピラミッドや神殿、採石場、運河、道路などの建設に労働力として使われた。紀元前1350年頃のアマルナ文書には、不益について書かれた短い文章が存在する。メギドのビリジアから送られたもので。 不益労働者の提供という文章である。太れマイオス五世の業績を称いたロゼッタストーンには、海軍の強制徴兵はもはや使用すべきでないという文章がある。これは強制徴兵がごく一般的であったことを示している。19世紀後半までエジプトの公共事業は不益をもって行われた。ムハンマド・アリーは、不益の次の段階への移行。 そして全身的な消失をもたらした。19世紀のエジプトで行われた農民に対する徴兵は当初不役とみなされた。ムハンマド・アリーは軍隊を西洋化・し教化することに取り組んだ。旧式の軍隊は様々な技術水準の混成部隊となっていたが、新しい軍隊は新兵に教育と訓練を課したので強力であった。時が経つにつれ農民たちは 徴兵に反発を抱くよりも、むしろ国家主義的な感情を抱くようになっていった。かつての団結力のないただの兵士の集団とは似ても、似つかなくなっていた。フランスでは1789年8月4日まで、不益は存在していた。すなわち、フランス革命が始まると、封建領主が持つ他の特権と共に廃止された。道路補修のための不駅は大きな怒りを持って受け止められ、 革命の大きな要因となったと考えられている。1824年、1836年、1871年に義務の名のもとに反革命派は不益を復活させた。投票権は健常な男子に限り、3日の労働か同等の額の金銭を収めねばならなかった。実地領カナダにあるヌーベルフランスであった地域では、省園領主制度と共に不益が存続した。 1866年、バゼーヌ元水が占領したメキシコでは、罰金刑の代わりに、公共事業への労働力を提供させた。カパイシャンに拠点を持つアンリ一水支配下の北、ハイチでは、フランスの侵略に抵抗するための大規模な要塞を建設した。その労働力として市民に不益を課した。プランテーションの所有者は彼らの代わりになる、労働力として政府に労働者を提供した。 北ハイチは南ハイチに比べ強い経済構造を持っていたため可能であった。ポルトー・プランスに拠点を持つアレクサンドル・ペション支配下の南ハイチでは農地改革が実施され労働者に土地を分配しており、このことが経済に打撃を与えていた。1915年、モンドードクトリンから導かれるルーズベルトの帰結の現れとしてハイチに展開した米軍は、 インフラ整備のために労働不益を施行した。公式の推計によれば3000人以上の配置人がこの時期に亡くなっている。皇帝が支配した時代の中国では、不益が一般的であり、多くの歴史家たちは西洋の不益と同一のものとみなしている。始皇帝から始まる歴代王朝は万里の頂上や大運が道路の建設などに利用していた。しかし負荷の負担は、 非常に大きく、罰則も極めて厳格であったため、始皇帝は民衆の反発を招き多くの歴史家から非難された。詳細は、祖陽町、夫役、及び、朝陽、参照律令成果の日本では、陽や増養と呼ばれる不役があった。その後、地域的な領主が住民に対して不役を課す夫役が広く行われるようになり、封建体制の終焉まで続いた。 1930年代には、炭鉱での労働者に徴用が用いられた。後に、朝鮮人、中国人も徴用され、第二次世界大戦が終わるまで続けられた。フランスは19世紀後半にマダガスカルを植民地化した。ジョゼフ・ガリエには人道税と不益を組み合わせたものを導入した。目的は、収益と労働力、そして労働の対価を支払うことで、 結果的に自給自足の経済から脱却させるためであった。この植民地主義の典型的な問題解決法とその背後にある現代的な考え方について1938年の例を述べる。公平な課税の導入があった。それは金銭的に重要であるばかりか、政治的、道徳的、経済的にも重要だった。それは フランスの権威は存在する明確な証拠であり、本質的に怠惰な人間に仕事をさせるために必要な刺激であった。彼らが稼ぐことを覚えれば支出が発生し、商工業は発展するようになるだろう。古い形態の不益は続かなかったが、労働者は入職者にとっても、政府の大規模な公共事業にとっても必要とされた。そのため総得は労働力と税制が一緒になった。 法律を可決させた。これは暫定的なもので国や人々その考え方に応じて修正された。例えばホバ族の16歳から60歳までの男性は年に25フランを支払うか、皮肉時間の労働を50日行うか、どちらかを求められた。労働の対価としては生活する上で支障がない額の23チームが支払われた。兵士や政府で働く者、 フランス語のわかるホバ族、入植者と労働契約を結んだもの、これらは税と労働が免除された。残念ながらこの条項は途方もなく悪用された。白人に奨学を支払いなばかりの仕事に従事する何千人もの人々が現れた。架空の契約で労働と税からの自由を買い、怠惰で非生産的な存在であり続けた。この悪用には終止符を打たねばならなかった。 島の福祉と開発は現地の予算を必要としており、健全な財政は極めて重要かつ緊急の課題であった。目標地点はできるだけ早く自立した植民地を作ることだった。総督は数年以内にこれを達成することに成功した。ポロワイセルビチオスとして知られる労働制度はスペイン政府が南米で導入してきたエンコミエンダ製の枠組みの中で発展した。 16歳から60歳までの男性に40日の労働を菓子協会などの公共の建造物を建設する際に利用された。免除されるためにはファリャとして毎日1.5レアルを支払わねばならなかった。1884年に労働期間は15日に短縮された。モザンビークのようなポルトガルのアフリカ植民地では1899年の法律で すべての健常男子は年に6ヶ月の労働を課された。規則には、彼らにはこの義務を果たす方法を選択する完全な自由がある。しかし果たせない場合は、当局は強制的に実行させるとある。自給自足の生活をしていたアフリカ人たちは失業者とみなされた。労働の対価は支払われることもあったが、規則に違反した場合は、罰として支払われないこともあった。 小屋税導入から来る借金によって強制的に労働に従事させられ、時には南アフリカの鉱山で働かされることもあった。チーボロと呼ばれる、このシステムは1962年まで廃止されず、1974年に起こったマルクス主義革命まで何らかの形で存在した。ルーマニアでは、不益はクラカと呼ばれた。マルクスは、 資本論において、常用労働のわかりやすい例としてドナウガは、流域諸広国の不役制度を挙げている。農民の生活に必要な労働と土地の所有者に、常用労働として提供されるものは、明確に区別される。レグラモンオーガニークによれば、土地所有者のための労働は14日であったが、実際には42日に達していた。 なぜなら1日の仕事は標準的な生産量から算出されたためである。巨人でも24時間以内に終えられないような膨大な仕事量を標準的な生産量とする陰険なやり方だった。区域に関する規定は労働を廃止することになっていたが全く意味をなしていなかった。1864年区域を廃止する農地改革が実施された。 農民は解放され土地の所有者となった。かつての所有者には、基金から保障が約束され、農民は15年間基金に出資しなければならなかった。年間の支払いに加え、市場価格を下回るものではあったが、新たに所有する土地のための支払いも存在した。多くの農民はこの債務によって、反農やの生活に戻った。ロシアの濃度性も参照ロシアでは不疫を意味する。 用語は、バーシュシナやボイヤーシュシナである。濃度は地主が持つ土地のうち割り当て分で働いた。不益について、政府の公式な規則はなかったが、1797年、パーベル一世は不益について、通常週に3日にするよう布告を出した。中央国土地域では、70%から77%の濃度は不益を行い、残りは賃料を支払っていた。 北米のいくつかの州で主に道路整備に利用され、ある程度の期間存続した。アメリカ独立革命後は、貨幣経済の発展とともに衰退していった。南北戦争後、南部のいくつかの州は経済的に貧しかったので、公共の労働という形で修税した。この制度は仕事の質が悪く成功したとは言い難かった。1894年。 バージニア州最高裁判所は、不益は違憲であるとの判決を出した。1910年代アラバマ州での廃止が、米国によミャンマー政府は不益を使用していることで知られており、実施については新聞を通じて擁護した。ブータンでは、ドレグラムナムザと呼ばれる伝統的行動規範が存在し、ゾンなどの建設において、納税の一部として用いられる。ありがとうございます。